お願い、ティーショットを打つ前にグリーン横。なんて書いてあるの？歩行者散歩道を確認、通行人が通り過ぎるまでしばらくお待ちくださいです。はい、はい、じゃあ打ちましょう、ゆきに。あ、いいですか。はい、ゆきりもそろそろ100切らんと。なんか最近インスタグラムとかのコメントでゆきに100切ったってコメントがいただくんですよ、とか DM とかでも。切ったって、どうとか。なるほど、はい、みんな気にしてるのね、はい、ライバル視されてる9番アイアンです。はい、もううまいじゃん。足りないかな。あ、ちょっと足りなかったですね。でもよかった今。102ピッチングです、うん、でもゆきりん9でしょ。1番ってしか変わんないじゃん。はい、何この球、うん、下手すぎてや、調子悪いですね。いやー、なんだろう、ねえ、ダメだわ、これも一緒。あ、乗った、あ、乗った、ナイスオンです。ありがとうございます。ちょっと練習だな。ジュンさんの練習動画も撮りましょうよ。練習行くか、じゃあ。はい、今度だよ。練習したいんだけど、はい、多分1回じゃ足りないと思う、うんうん、それで言うと、うん、最近の私のスイングの気持ち悪い感じでね、はい、多分治んないから2回ぐらい、2、3日の、1週間で2、3回無理だ、2回ぐらい行って、うん、ちょっとこう打ち込む。あ、もう体で覚えさせると。そう、そうしたら多分ちょっと治ると思うから、はい、みたいな。はい、じゃそれをこう取っていきますか。そうだね、やっぱね、コースばっか出てるからどうしても体を器用にね、その時その時その場しのぎで。そう、その場しのぎが得意だからさうまいことやっちゃうって感じなんだよね、はい、だけど実際はもうここ半年ぐらいはずっと気持ち悪い感じでやってるから、はい、多分。じゃあ打ってきますか、ゆっくり、はい、返さない、それもなるべく、はい、ポン。テイクバックと同じ速さで下ろしてね。そうそうそう、そう、いいじゃん。うん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 、もう一回。ふむ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 でしょ。ふむふむですね、やっぱなんか打つとすごいわかります。そうそう、やっぱちょっと飛ばそうとするこの距離はゆきり速くなっちゃうかもね。あ、くまも、はい、全ボールにくまもをつけてます。マジで、はい、スタンプがあるの。なんでちょっと引いてんですか。スタンプがあるの。シールです。シール、はい、やば暇ゆきりにくまモンシールをプレゼントしてあげてください。あー、もう適当。え、ちゃんと、なんだろうな、肘が緩んでんだよな。そうそうそう、はい、もうちょっと振って大丈夫。はい、そう、いいね、いい。でもなんか自分で分かります、適当だった時とそうじゃない時。適当な時そうじゃないつもりなんですよ。え、適当なつもりないんですよ、うん、けどその後適当って言われて、あっと思って、あって打つと、あっさっきの適当だったってなります。なるほどね。ゆきりんさ、なんか肘がさ内側向いてる。うん、逆、そう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 、こうなってます。
なってる、まだ。え、こっちってこと？逆、そう、そう、そう。そう、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 そう。そう、オッケー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 。それ、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 それ。そう、そう、そう。いいじゃん。打てるかな？打てる。肘ね。そう、そう、そう。そう、そう、いいね。しっかり打てましたよね、うん、あとは強さ。え、そう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 、うん、おお。今強かったかなと思ったけど、うん、そんなことなかった。これか、気持ち悪いな。もう肘が緩んじゃうから、そう。やっぱなんか家の庭とかで練習したいです。確かに庭欲しいよね。庭欲しいです。誰かちょうだい。庭のある家に引っ越す。もうひどいことなってます。いっぱいあったね。39分。怖い。なんかさ、こう、そういうのやってるとさ、予知能力じゃないけどさ、え、なんか備わってきますかねって言ってたような気がする。誰か本当ですか？テレビでそうだね。車のナンバーを当てるみたいなのやった気がする。どういうことですか、車のナンバーって。なんか怖くないですか？今日このナンバーに会えるし、なんだっけ、なんかね、そんな感じでナンバー決めて見ると当たったりするらしいよ。確か。それ予知能力を鍛えていく。そう。あ、怖いこれ。どうしよう、こんなにあったら。気をつけてください。はい。138。はい。何番？9番ウッドです。9番ウッド。はい。おお、今めっちゃ良かったよ。うん。肘？肘やった？はい。え、ナイス。今めっちゃ良かったじゃん。多分最後なのが嬉しくて。ナイスショットです。早く帰らないと。餃子でも暗いです。あ、餃子食べたいね。6番アイアンで見えなくなってきた。はい。超えてます。今日右ね、出ますね、はい、ネットのせいなのか、多分そうです。そういうスイングなのかちょっと分かりませんけど、今日は右に行きます。なんかすごい雲がいい感じです。なんかピンクだね。うん、はい、行きます。どうぞ。肘、肘、今手首返してない。今さ、左、もうちょっとボールを左っていうか真ん中ぐらいでいいかも。うん、あの右に飛んでっちゃう、それだと。なんかちょっと一回やってみて。多分右に、そうそうそう、左足上がりだからさ。そうそうそう、ね、なるほど。お腹空いたよね。いいね。何の音だ？草の音か。ね。そんなことある？すごい急にいい音するよね。うん。いい感じじゃん。ちょっとこれ打っていいですか？いいよ。今これ怖くてパターンで打つんですが。ああ、逆目だから難しいね。うまいじゃん。いいいいいい、うまいうまいうまい。
あ、ダメだ。まあでも逆目だから引っかかっちゃうから、頑張ってボールの左側をよく見て、はい、うん、OK。 あ、今ボールの左側を見ただけでしょ。こんなに違うんですね。ナイス、おはようございます。後ろ側来ちゃったから、ね、そうしようか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、1時間半ぐらいやってたのかな、はい、うん、そうですね。どうでした？楽にゆるっとやらせていただいて。そうだね、はい、もう超ゆるゆるな動画だったんで、はい、ゆるっと。あ、うん、でもこれがなんか私のリアルな練習というか。そうだね、自転車が来ちゃったんでね、ちょっと東横線かな、レントかな、緑色のやつね、うん、なんだろうね。はいはい、これでね、ゆきりんも100切り、うん、できるかな。なんかこう一個一個丁寧にやっぱ、うん、やっていかないと。しっかり睡眠とって、朝ごはんもしっかり食べて、元気な状態で、うん、しっかりこう一個一個丁寧に。そう、なんかね、集中するところは多分ちょっとしかないんだけど、うん、そうですよね、そうそうそう、そこをね、はい、しっかり集中して、うん、アプローチとか特に、はい、でも今日なんかちょっと、そうですね、できそうな雰囲気、うん、はい、あったと思います、はいはいはい、頑張ります。はい、皆さん、ゆきりんの100切りの応援をよろしくお願いします。お願いします。頑張ります。バイバイ。